はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしでございますか。今回は開封動画になります。で、今回開封するものなんですけども、まあ、画面見てもらえば一目瞭然ですね。ウマ娘プリティダービー組ボリューム2を10パック開封して、10連ガチャ動画ですね。今回もやっていきたいと思います。で、こういうね、ウマ娘のプリティダービー組ボリューム2を開封して、10パック開封して10連ガチャやりますっていう動画はちょっと前に1回上げてるんですけど、まあ、今回はね、その第2弾ということで、20連目ですね。はい。20連目に突入いたしました。で、このウマ娘プリティダービー組って一体何って話なんですけど、こういうね、シール、ウマ娘のシールにグミがついてくるんですよね。まあ、そういうセット商品ですね。シールとグミと両方を楽しんでくださいっていう、シールで物欲を満たしてグミで食欲を満たすことによってもうあなたの人生をね素晴らしいものにしてくださいっていう、そういう最強の商品ですね。で、シールは全22種類ですね。メタリックシール1枚入り全22種類内レア5種と。で、個人的に欲しいのは桜爆心王なんですよ。桜爆心王以外も何もいらないです。はい。まあ、運が良ければレアもね引ければいいかなって感じなんですけど、とにかく桜爆心王が欲しい。桜爆心王を引くために今回ね、この10パック買ってきたと言っても過言ではないです。はい。僕はね、とにかく桜爆心王今回1点狙いですね。桜爆心王1点狙いで10連ガチャやっていきたいと思います。僕の人生にかけた最後の一つのピースが桜爆心王なので、桜爆心王以外も何もいらないです。地位も、名誉も、お金も何もいらないです。桜爆心王だけあればいいです。嘘です。地位も名誉もお金も欲しいです。桜爆心王も欲しいです。地位も名誉もお金も桜爆心王も欲しい人はどうすればいいか。それはもうプリティダービーグミボリューム2開封して桜爆心王を引いて、グミ食べて人生の幸福度を上げるしかないよねっていう話なんですよ。はい。まあ、つまりはこれをね10パック開封するというね、その事象に帰結します。はい。というわけで、今回はウマ娘プリティダービー組ボリューム2 10パック開封して10連ガチャ動画の、2回目ですね、20連目突入したいと思います。それではウマ娘プリティダービー組ボリューム220連目ですね、いきたいと思うんですけども、とりあえずね、その前に前回引いたシール、まあ、こんな感じのやつを引きましたっていうのをね、軽く、まあ、商品のね解説がてら見ていきたいと思います。はい。まあ、こういう感じのメタリックシールが入ってるんですよね。で、とにかくね、これレアが出にくい印象で、前回10パック開封してノーマルしか出なかったんですよね。レアがめちゃくちゃ出にくい印象ですね。第1弾の方でもレア全然出なかったんで、まあ、レアはね10パック開封しても多分1枚出ればいいぐらいなんじゃないかな、それぐらいレア出にくい、そんな商品となっております。はい。じゃあ1パック目ですね。1パック目ですね。爆心王がマジで欲しいんだよ。そう、私爆心王が本当に欲しいんですよ。爆心王以外何もいらないんですよ。爆心王以外は本当に地位も名誉も、まあ、お金もねちょっとは欲しいですよ、うん、ちょっとね、ちょっとだけ欲しいんですけど、やっぱり爆心王だよね。地位も名誉もお金も手に入れつつ、さらに爆心王も欲しいっていう強欲、いや、その強欲さこそが爆心王を呼び寄せる。爆心エルコンドルパスワードです。エルコンドルパサーです。はい。私がエルです、うん。デスノートでおなじみのエルコンドルパサーですね。はい。いいね、これ、イラスト普通にいいね。へえ、なんかさ、このね、他の、このね、イラストって結構さ、これ余白の部分あるじゃないですか。ただこのエルデスは、余白の部分が少ないというか、こう、なんていうの、こうシール全体にイラストが広がってる感じで、これ普通にいいっすね。いいじゃん。エルコンドルパサー。はい。飛翔、なんて読むんだこれ。飛翔解消か。飛翔解消、プロレス魂、エルこそ世界最強です。プロレス魂、そんなキャラだったっけ。コースをかける、真空の会長、エルコンドルパサー参上です。世界を目指して飛びますよ。というね。この謎の星ね。これみんな5つ星ついてるけど、何の星なんだろうね。この子ってそんなプロレス魂をアピールしてる子だったっけ、うん、確かにルチャって感じはするけど。はい。というわけでね、1パック目はエルコンドルパサーでございました。2パック目、2パック目、2パック目。最初のさ、5パックぐらいで、もうさっさとね、爆心を引いてしまいたいですね。で、残りの5パックは優雅に楽しむみたいな、そういう感じのプランでいきたいんですけど、その完璧なプランがいとも簡単に崩れ去るからね。それがこのウマ娘プリティダービー組の開封の恐ろしいところですよ。シールが出てこねえ。シールが、そこへ。何が来る?爆心を、シールが出てこないんじゃが。シールがマジで、全く出てこないんじゃが。放送事故レベルで、めっちゃもたついてる。はい。はい。爆心を来い。短距離。
短距離のオーラは感じた。カレンちゃん、いいじゃんこのイラスト。このイラストなんかさ、あれだよね、あのガチャの画面でさ、確かこのポーズしてたよね。カレンちゃん、カレンちゃんはもうマジで可愛いから、カレン今日も可愛いでしょ。はい、可愛いです。めっちゃ可愛いですね。拡散はハッシュタグカレンちゃんでね、カレンことカレンちゃんで世界を可愛いで包み合います。よそ見やめ、カレンだけを見ててね。うわー、もうカレンしか見れねえ、カレンしか見れないですね。うん、カレン以外も何もいらない、カレン以外何もいらないじゃない。僕は爆心を引くために今回やってきました、はい、2パック目はねカレンちゃんですね。カレンちゃん可愛いよね。はい、3パック目、爆心を、マジ爆心を、ほんと。いやだってさ、ノーマルシールだよね、レアが欲しいって言ってるわけじゃないんだからさ、出るでしょこんなの。10パック開封したらさ出るでしょ。前回と合わせて20パックも開封するんだよ。じゃあ出るでしょ、1枚ぐらい。出ないはずがないよな、爆心を。爆心、爆死。はい、西のフラワーですね。サポートカードのイラスト再現なんですよね、はい、あなたに捧げる西のフラワーっていうね、うん、これいいよね。サポートカードのイラスト再現、デフォルメキャラによってサポートカードを再構築した感じのね、はい、あとねキャラが2体いるので、そう、こう1対2交換した感じでアドバンテージを得ている感じが最高、うん、でこのシール全体に、ね、イラストが広がってる感じもいいよね、はい、というわけで3パック目は西のフラワーでございました。爆心王が出ねえんだけど。4パック目、5パック目ぐらいで、折り返し地点ぐらいで爆心を引いとかないとやばいよ。僕のプランとしてはもう最初の3パックぐらいで爆心を引いて、あとはもうねレアカード、レアシールをひたすら追っていくっていう感じの、そういうプランだったんですけど、うん、完璧なプランがねいとも簡単に崩れ去ったからね。ほんとね、10年ぐらいかけて練り上げた完璧なプランなんですよ。10年ぐらいかけて練り上げた完璧なプランがいとも簡単に崩される。それがこの爆心爆爆爆心王じゃないですか。早い、うまい、煉獄さんみたいになっちゃう。うまい、なんかテンション上がった時の梅原みたいになっちゃった。桜爆心王、過呼吸になっちゃう。最高じゃんすか。最高じゃないですか、桜爆心王が、こうね、これ多分サポートカードイラストなんだよね、この後ろが。早いって書いてあるってことは、こんだけしか書いてないってことは。マジか、爆心爆ありがとうございます、ありがとうございます。はい、今回ねミッション終了ですね、よかった引けて。うわやった、はい、今回のね馬娘プリティダービー組ボリューム2ね、これにて終了でございます。いやもうここで終わってもいい、ここで終わってもいいけど、まだあと6パックもあるから。じゃあこっからはねウイニングランですね。やった、よかった、桜爆心を引けました、ありがとうございます。やったぜ、これ家宝にしよう。うん、あれ、なんですか、なんかあるじゃん、あのローダーに入れてさ、ローダーに入れて飾るわ。はい。はい、ありがとうございます。感無量ですね。早い。いや、かわいいな。最高ですね。桜爆心を無事に引くことができました。ありがとうございます。あ、5バック目ですね。もうこっからは何引いてもいいから。もう何引いてもさ、仏の心だからね。爆心を引いちゃったから、あとはもう何引いてもいいです、はい、何引いてもいいって言ったけど、引きたいのはレアだよね、やっぱね、引きたいのはレア。あとはレア欲しい、これレアちゃうんか、これレアちゃうんか、これ鈴鹿トゥドゥカじゃん、これ絶対レアでしょ、これ絶対レアじゃない、なんかレアっぽくない、あでもレアっぽいな、なんかねレアってもっとすっげー虹色のホロっていう感じあったんですけど、なんかそうでもないのかな、うん、なんかレア引いたのに反応が薄すぎる。え、これレアなの、レアってもうちょっとなんかすごいホロって感じがしたけど、ただ見たいだけ、誰もいない、戦闘の景色を、サイレンス鈴鹿です、走るのが好きです、戦闘は誰にも譲れません、その以上です。真面目そうだな、サイレンス鈴鹿。いいじゃん、いいんだけど、なんかねちょっとこの背景のせいなのかな、背景にこういうね模様が入っているせいで、このホロの感じ、虹色のホロの感じが伝わりにくくなってんのかな、うん、まあ、思ったよりなんか
ギラギラのホロっていう感じではないですけど、いやでもレア弾けたのはいいね、うん、レア弾けたのはいいですね。しかもこの表紙のさ、そう表紙のねシール、サイレンス鈴鹿、はい、まあシンプルに嬉しいんですけど、なんか思ってたよりもホロ感が少なくてちょっとね反応がすごい薄くなってしまって、はい、まあでもね桜爆心を弾いた後だから仕方ないよね。もう桜爆心を弾いた瞬間にカロリー使い果たしたからさはい、というわけでねレア弾くことができました。今回調子いいな、今回めちゃくちゃ調子いいな、運気来てる、すべてを手に入れられる気がする、5パック目はサイレンス鈴鹿のレアシールでございました。6パック目でございます。6パック目でございます。やっぱり桜爆心を弾いてもう完全に物欲が消し飛んだから、だからねレアシールも出ますよ。そりゃねやっぱ物欲なしで引かないとね、物欲センサー引っかかっちゃうところありますからね、はい、6パック目はこれ何、これ何、これ何、キングじゃん、キングヘイローじゃん、キング、これがキングの走りだ、はい、キングヘイローです、いつか必ず認めさせるは私こそ一流だと。やっぱりヘイローさんは一流だよな。おほほ、私の名前はキングヘイロー、一流の馬娘として最高の結果を残すわ。この私の才能を世界中に示すためにもね。はい、さすがキングですね。こういうさ、なんていうの、努力を怠らないキングってさ、かっこいいよね。うん、かっこいいですね。はい。あとね、あの、ヘイローで思い出したんですけど、あの、ヘイローのね、ドラマ楽しみですね。はい。あの、マスターチーフの出る方のヘイローね。キングヘイローと全然関係ない話ですけど。はい。というわけで、こういう感じのね、何、気高い感じのさ、自分の自己の研鑽を怠らない感じの、気高い感じのキングっていうのはね、非常に可愛くて好きですね。というわけで。6パック目はキングヘイローでございました。7パック目、今回なんかあの新顔のシールがめちゃくちゃ多くていいですね。ダブリ全然ないのが嬉しいな、まあ、この西のフラワーはね前回の10連ガチャで引いてるんである意味ダブリなんですけど、今回ダブリ全然ないの嬉しいね。はい、何これ何これ、ダブリ全然ないんでって言ってた矢先にこれだよ、スイープ投手これめちゃくちゃ引くな。見習い魔女と長い夜っていうねスイープ投手、これも前回も引きましたね、前回も引きましたし、あと馬娘のあのツインウェハースの方でもこのイラストのサポカのねやつをダブリで引いてるんで、これめっちゃ引く印象ありますね、スイープ投手をね。まあでも可愛くていいですね。であとねこれもさ、この遠近感わかりますか、これ後ろの方に馬娘がいる、この遠近感ですよ、そう遠近感を感じられるこの構図、このイラスト、はい、最強です。というわけで7パック目は、スイープ投手のサポカイラストですね。でございました。8パック目で、もう1枚ぐらいレア引きたいな。もう1枚ぐらいレア引きたいな。爆心をダブリでもいいよな。はい。何が出ても嬉しいです。もうこっから先はもう物欲を出さない。物欲を出さずに行く。これ何?これ、エルだよ、エルコンドルパサーです、エルコンドルパサーです。どうもこんにちは、パサーです、はい、私がエルです。エルコンドルパサーダブリですね。はい、まあでもいいね、イラストがさブワッと広がってる感じ。エルコンドルパサーがこの2体揃ったことによってオーバーレイネットワークを構築できるようになりました、はい、エルコンドルパサーの影分身です。ピュー、日本の忍者を参考にして生み出した影分身です。ナルトは海外で大流行りですみたいな感じの、はい、エルコンドルパサでございました、うん、まあちょっとダブリ出てきましたけど、うん、いい、全然いいです、ダブっても全然いいです、はい、もう今回はねもうこの2枚が出ただけでもうすでに、ね、勝利してるんで、はい、というわけで8パック目はエルの、ダブリでございました。セミファイナルパックです、セミファイナルパックです。そう、セミファイナルゲーム、ゲリッザギバズゲゲルだから、はい、もうグロンギだから、僕グロンギなんで、もうこれからねダーグバに挑戦するためにこのセミファイナルパックでゲリザギバズゲゲルでいい結果を出さないとダーグバに挑戦できないからね、頑張れ、お前はできる子、お前はできる子じゃない、これできた子じゃない、これセミファイナルパックダーグバ挑戦権得たんじゃない、これダーグバです、私がダグバです、はい、北さんブラックです、北さんブラック、あの迫る熱に押されて、これってあれじゃない、これなんかクソ強サボカじゃなかったっけ、これ北さんブラック、いいね、北さんブラックってさ、これかなり和風な衣装着てるんですね、こうやって見るとね、
いいなあ、このサポ、これサポートカードだよね確か。あのめちゃくちゃ強、激強サポートカードだよね確か。これ欲しかったなあ、ゲームやってる間。うん、北さんブラック。これだって、え、これ普通にレアじゃんね。これ普通にレアだよね。レアだよね。なんかこの地の色がさ、こう白のさ、模様が入ってるせいで、ホロが見えにくくなってるのは、ちょっとね、今回これ、仕様が、ちょっと第1弾のさ、第1弾のレアカード、ちょっとレアシール出していきますけど、第1弾のレアシールってこんな感じで、結構ね、この地の部分が、ほとんど虹色のホロだけになってるんですよね。これ白い模様とかが入ってなくて、めちゃくちゃギラギラと光ってる感じがあったんですけど、今回のこの第2弾のレアは、このね、模様が入ってるせいで、そのギラつきが抑えられてる感じがして、これはね、ちょっと個人的にはね、残念かなっていう感じがしますね。で、あとも、文字の部分。文字の部分もさ、第1弾のレアは、なんか文字の部分もね、もう全く読めないぐらいに、ホロって感じだったんですけど、今回はこのね、白の縁取りが入ってるせいで、そのギラつきがね、抑えられてる感じ。うん、ちょっとお上品になってしまったなっていう感じはありますよね。ちょっと残念かなっていう感じはしますけど、こう引いた時のさ、なんだこれみたいな、ギラつきがやばいみたいな、レアだーみたいな感じはなくなってしまって、うん、ちょっとね、反応が薄くなってしまっているところありますよね。はい。まあ、でもね、レア2枚は相当頑張ったんじゃないこれ。レア2枚に爆心王。これ今回完璧に勝ちでしょこれ。これ今回完璧に勝ってますね。はい。今回の20連ガチャはね、20連目ですね。10連ガチャの20連目はもう完璧に勝ちなんですけど、まだ最後の1パックありますからね。うん、ファイナルパックでもう一発でかい花火を打ち上げて、もう有終の美をね、飾りたいと思います。ダグバです。はい。これダグバですね。ダグバとの戦いです。ダグバとの戦いだから頑張れよ。ダグバとの戦い見ててください。俺の開封だからね。うん、一条さん、見ててください。俺の開封。これダグバ戦だから。うん、ダグバ戦だから、しっかりとね、強いレア引いて、ダグバに勝たないといけないから。うん、これ、ザキバツゲーグルだから。究極の闇をもたらす。究極の闇をもたらしていけ。もたらしていけ。究極の闇。究極の闇、もたらせ！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 もた！もたらしたんちゃう？これ。グミうまい、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 グミがうまい、グミがうますぎる。桜爆心よ、桜、はい、というわけで、桜爆心をね、2枚引くことができました。ダブりました。やばいですね。最強じゃないですか。はい、最強なんですね。私たちは最強なんです。はい、桜爆心を2枚、やっべー、超嬉しい、超嬉しい。早い、うまい、早い。早すぎるし、うますぎる。早すぎるし、うますぎる。そして、可愛すぎる。やば、今回の引きやばくない？レア、レア、爆心、爆心みたいな感じでさ。やばじゃん。これやばすぎる。やばすぎるんですよ。これね、このグミ開封したことない人は、何こいつこんなに喜んでんの？グミごときで、シールごときで。こいつ喜びすぎじゃないって思うかもしんないけど、喜ぶべきことだろ、これは。これはもう人生の中で、もう自分の今まで生きてきた人生の中で、一番嬉しいレベルで、これね、やばい出来事なんで、もう今完全に僕、神に選ばれてるって感じましたからね。今、神が僕を見つめているって感じましたからね。それくらいに、やばかったですね、桜爆心王。これはもうダグバにも勝てるわ。うん、これダグバに勝ち確ですね。はい。ダグバにパーフェクト勝ちしましたね。やば、桜爆心王引きました。2枚も。そして、このイラストが超最強。最強すぎる。マジで最強。このね、瞳のさ、桜の模様もね、ちゃんとしっかり入ってるね。やばいですね、桜爆心王。うわ、よかった、今回。マジでよかった。ありがとうございます。というわけで、今回の馬娘プリティダービー組ボリューム2のね、10連ガチャ2回目ですね、20連目はこんな感じの結果に終わりました。ありがとうございます、ありがとうございます。なんか並びがめちゃくちゃ並びがダサいですね。はい、こんな感じでね、バランスよく並べてありがとうございます、ありがとうございます。はい、というわけで馬娘プリティダービー組ボリューム2
ボリューム2の10連ガチャの20連目の動画でございました。そして前回引いた10枚のシール一緒に並べて、まあ今ね画面が賑やかになっている状態ですね。今回の引きやばいな、改めてやばいですね。爆心王2枚がマジで激アツすぎる。そしてあんだけ出ないって言ってたレアシールも2枚引いてるから、これやばいですね。相当やばい部類の引きですね。馬娘プリティダービー組ボリューム2を開封した人たちの中で、まあ、トップクラスの引きと言っても過言ではないんじゃないかっていう、そう、人類史上最強の男レベルと言ってもね、過言ではないんじゃないかっていう、そんな感じの引きでしたね。もう今神に選ばれてたからね、完全に。そう、神に選ばれてたって体感できたから。そう、こういうのってね、やっぱり選ばれた瞬間ってわかるんですよね。あ、今、完全に選ばれてるっていうね、その魂理解する感じっていうのをね、僕もすごいねビンビンに感じましたから、はい、もう生きりまくってますね、生きりまくってますけど、もうこういう引きできた時しかさ生きれないから、こういう引きできた時にすかさず生きっておかないと、もう生きるところないからさ、はい、という感じのね、もう生きれるうちに生きておきたいと思いますっていう感じで、まあでも生きってもさいいぐらいの引きじゃないっていうね、はい、最強の引きでしたね。まあ、今回はね、こんな感じの最高のね、結果で終わることができました。もういいかな、うん、もうこの馬娘プリティダービー組ボリューム2開封はもう満足したかな。この爆心王2枚引いたからさ、もうあとはね、もうこれ以上引かなくてもいいかなって感じですね。これ以上引かなくてもいいかなっていうか、そもそもね、もうこれ以上ガチャ回せないんですよね。もう店頭にこの商品残ってないんですよ。このさ、馬娘プリティダービー組、まあ、第1弾も第2弾もそうですし、あと馬娘のツインウェハースもそうだったんですけど、ね、発売日初日ぐらいに行くと、もう地平線の果てまで埋め尽くされてるぐらいに店に売ってるんですよ。もう商品がね、棚全部これが売ってるんじゃないかっていうぐらいに、馬娘っていう感じで、馬娘だらけなんですけど、その発売された翌日、翌々日ぐらいに店頭に行くと、もうすべてなくなってるんですよね。あんだけあった馬娘商品が一切なくなっているっていうね、そのどんだけお前ら馬娘好きなんだよっていう感じなぐらいにみんな買ってるんですよ。なので、もう商品が残ってないので、これ以上ね、ガチャ回そうにも、回すことができないと思いますので、まあ、馬娘プリティダービー組ボリューム2の開封は、まあ、これがラストだと思います。まあでもラストこんだけね、優秀の美飾れてよかったよね。はい、本当にありがとうございますって感じですね。もう完全にこれダグマにも勝ちましたからね。もう地球の平和守ることができて、本当に僕もね、嬉しい限りでございます。皆様本当にありがとうございました。はい、というわけで、今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら。バイバーイ。